神一ダム、神一ダム、神一ダム、神津川第一ダムは、富山県富山市、一級河川、神津川、水系神津川に建設されたダム。高さ45メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、神津川第一発電所及び、伊織谷発電所に送水し、合計最大13万2000キロワットの電力を、 発生する。1951年、昭和26年、これまで日本の発電事業を一躍していた日本発送電が分割、民営化され、全国に9つの電力会社が発足した。このうち、北陸地方における電気事業を担ったのが北陸電力である。1950年、昭和25年に勃発した朝鮮戦争は、 戦後の荒廃した日本に後継機をもたらし、復興から経済成長へと大きく弾みをつけることになった。これに伴って電気の消費量は増加の一途をたどり、既存の発電所だけではまかないきれない状態に陥ると予想された。とりわけ当時の北陸地方は電力不足の危機に瀕していた。北陸地方にある発電所の喪失力およそ100万キロワットのうち、 半分以上を関西電力が占め、北陸電力分は40万キロワットに過ぎなかったのである。これは北陸地方を流れる河川の中でも多くの水力発電所が立地する黒部川や小川といった大河川の水利圏が関西電力の手に渡ったことがきな要因であった。新規電源開発に迫られた北陸電力は有力な開発地点として神通川に着目した。 神通川は岐阜県北部に橋を発し、富山県内を北流して、富山湾に注ぐ河川である。飛田山脈、北アルプスを水源とすることから、水量は豊富にあり、流路の途中で、上通峡と呼ばれる峡谷を形成する流でもある。このことから古くは、明治時代より水力発電所の建設が行われ、神通峡においてはヨタに第一、第二発電所が稼働していた。 かつての日本発送電も当地に着目し、1943年、昭和18年12月に、テラス発電所という名で大規模な開発に着手したものの、1945年、昭和20年4月に中断したままとなっていた。北陸電力は、この開発計画に修正を加え、ジンズーマは第一発電所として、開発を再開。 これに合わせて下流に神通川第二発電所、神通川第三発電所、神通川第三砂岩発電所を建設することで、合計最大1 3 6 5 0 0ットの出力が得られることになる。事業の中核を担う神通川第一発電所は、神通橋の中でも片道橋と呼ばれる地点に建設されるものである。富山県内郡細入村編がかり、現、 富山市辺係に、上一ダムを建設し、左岸に取水口を設置。大きく屈曲している川の流れを短独する形で、導水路を屈作し、ダムに蓄えた水を、細入村、伊予谷、原、富山市伊予谷に建設する、発電所に送水する。発電所構内には、フランシス水車を採用した2台の水車発電機が、設置され、最大150リッター片メートル毎秒の水を、 使用し、合計最大8万キロワット、後に8万2000キロワットに増強の電力を発生することができる。電気の消費量が多い時間に集中して発電するピーク運用を想定し、下流には逆調整のための神にダムが計画された。その後、さらに下流に神3ダムが建設されることになり、逆調整は神3ダムが担当することになったことから、 神にラム直下の神通川第二発電所においても、ピーク運用が行われるようになった。神通川第一発電所の建設工事は1952年、昭和27年3月に着工し、1954年、昭和29年1月に1号発電機が運転を開始。着工からわずか22ヶ月という短期間で、運転開始までこぎつけたとして注目を集めた。 二号発電機は同年2月に運転を開始。神通川第二発電所も同年に運転開始し、1955年、昭和30年に神通川第三発電所が、1956年、昭和31年には神通川第三左岸発電所がそれぞれ運転開始している。神通川における一連の開発を終えた、北陸電力は、なお増大する。 電力需要に応え、開発の手を上岸寺側や手っ取り側、九ずり側などへ伸ばし、一方では火力発電所の建設も推進することで、北陸地方の後継財成長を支えた。しかし、オイルショックにより石油火力発電変調の発電構成が裏目に出たことから、以降は水力発電所の新設及び再開発に注力するようになった。 神一ダムも有力な再開発候補に挙げられ、伊予谷発電所の増設工事が計画された。伊予谷発電所は神一ダムに取水口を追加し、新たに100リッター片メートル毎秒の水を使用することで、最大5万キロワットの電力を発生するものである。発電所の建設予定地は、神通川第一発電所のすぐ隣である。北陸電力が、すでに所有している土地であるため、 新たな用地取得が省略でき、送電線も、神津川第一発電所と共有できる。上一ダムからの導水路についても、神津川第一発電所の建設に伴い、廃止された旧、伊予谷第二発電所のものを流用できる。こうした数々の有利な点を持つ伊予谷発電所、増設計画は、国の石油需給の変化に伴う、 水力緊急開発地点の一つに指定された。工事は1974年、昭和49年に着手し、1976年、昭和51年に完成した。北陸自動車道、富山インターチェンジから国道41号を南下。上にダムを過ぎ、岩谷トンネルを抜けて、すぐ右折すると、国道の下をくぐって、上一ダム湖に出る。 神一ダムのすぐ下流には、吉野橋がかかり、この橋の上から、神一ダムの前景を見渡すことができる。ダム周辺は、カタロ橋と呼ばれ、神通橋の中でも特に風光明媚な場所とされる。開発によって二十七名の死者が生じたことから、異例のため観音像、周太カら観音のレリーフが、発電所に混流された。発電所のあるヨタには、富山市と、 高山市を結ぶ街道沿いにあり、かつては銀山の町として栄えた。最盛期には行動数百本、三百個もの民家が軒を連ねたという。しかし、17世紀半ば頃から衰退し、昭和に入ってからも採掘が試みられたが、長くは続かなかった。ダム周辺でもその意向を目にすることができる。なお、神一ダムの完成により水没することになった民家20個は、 段球の上へ移転している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。